チャット GPT versus 東大英語、要約する力は高いって言われてるだけあって、これは文句なしじゃないですか。やっぱり東大の問題で頭を使う問題。さあ、始まりました。もてチャンネル。さあ、今回は、チャット GPT versus 東大英語という形ですね。はい。東大英語の問題をチャット GPT は解けるのかというので、やらしてみました。その結果を見ていきたいと思います。使ったのはですね、はい。2022年の東大英語になります。ちょっと23年まだデータベースないんで、そのデータベースを使いまして、解かしてみました。あのね、むっちゃ大変でしたよ。ただただね、コピペしてもやってくんないので、問題そのままね、ポンって貼っても、下線部をっていう下線部が消えちゃうし、マークしなさいって書いてあってもさ、マークなんかできないじゃん。だって長文が長ければ長いほどね、問題を無視しちゃう傾向にあったんで、問題文をね、いろんな英語に手を変え品を変えやりました。面白いですよ、並べ替え問題ね。無視すんだよ、全然選択肢にない単語で作ってくんの。だからね、もうワードを変えてこれだけ使えとか、カンマを足してとか、いろいろやってね、解かせることやっとできました。じゃあ果たして東大英語満点取れるのか、それぞれ見ていきたいと思います。はい、では最初ですね、要約問題です。1の A、 以下の英文を読み、その内容を70から80字の日本語で要約せよと、句読点も含めると。はい、こちらの英文なんですけども、さあ見てみましょうか。食事マナーは人類社会の古くからの文化である。食べ物を分配することが人間と動物の違いとされる。食事の配分は家族や共同体、言語、技術、倫理など基本的な人間の特徴を生み出し、文明が始まるための食料供給が必要不可欠である。また人間は食べ物を好み、遊び、数形したり軽蔑したりする。食べ物は単なる栄養素だけではなく、多くの意味を持ち、人類の活動の原動力となっている。悪くないんですけど、これ文字数明らかにオーバーしてるよね。178文字あるよ、これ。ちょっと。多すぎです。ちょっと書き換えさせます。67語になった、今度。めっちゃ短くなった。人は食べ物を分け合い、食事の配給に取り組んでいることが文明の基礎である。食べることは人間にとって重要で、好みや文化が関わることが多いと。あー、ちょっとこれだと少ないね。情報が足りないな。ただやっぱり要約する力は高いって言われてるだけあって、すごいね。相当高いレベルですよ、これ。で続いて文挿入問題です。はい、5つの空所があって、そこに入る適当なものを選ぶもので、1箇所、極正序問題ですね。この正序問題を理解させるのがめちゃめちゃ苦労した。とにかくいろんなの変えた。さて、チャット GPT が出した答えは BECDF、 正解は ECDBF ということで、1問しか合ってないですね。ダメでした。チャット GPT、文挿入問題解けないです、東大の。そうか。で、並べ替えですね。はい、これもめちゃめちゃ苦労したやつですが、答えは、When they would have liked the conversation to have been over. で、When they would have liked the conversation to be over. はい、It has been っていう風に足しちゃってるんですよ、これ。To have been をですね、いくらやっても、これだけ使ってくれって言っても、文を変えちゃうんです。ということで、正常問題解けませんでした。様々なパターンでやったんだけどね、全然ダメで、勝手にやっぱ文作っちゃう。でも諦めました。なんで大問1に関しては、要約は相当レベルが高いけど、大問1の B は全然ダメです。続いて大問2、自由英訳と和文訳ですね。まず、芸術は社会の役に立つべきだという主張について、あなたはどう考えるか理由を添えて、60から85の英語で述べようと。60から80って言ったんですけど、100語で書いてきました。で、ちょっとまたこれを短くしたい。チャット GPT が語数守んないっていうのは結構前から言われてて、お、69になった。 I believe that art should serve a purpose in society, whether it be to entertain, educate, or inspire. お、かっこいい。 whether it be、原型使ってますね、これね。Art has the power to evoke emotions. はい、感情を出す。Spark discussion. 議論に火をつけるんですね。And it can be a tool for social change. はい、社会のチェンジ。However, I also think that artists should have the freedom to create without restrictions or pressure to conform to certain expectations. はい、期待に沿うですね。Conform to 従うですね。Art should not only be useful, but also authentic and expressive. はぁ、かっこいい。いや、これは相当レベルレベルが高いんじゃないですかね。自分は however 以下じゃなくて、もっと詳しい、社会に役に立つべきだっていう理由について書くと思いますけど、いやでもすごいですね。まあ、これは文句なしじゃないですか。続いて和文英訳、外部に立っているからこそ見えるものがあるのだから、それはそれでいいのだが、私などはもし自分が旅人ではなく現地人だったら、この街はどんな風に見えるのだろうと
考えることも多いと。Because they are standing outside, they can see things that are not visible from within. And that is fine, but I often wonder how this town would look if I were a local instead of a traveler. いや、後半部分はいいけど、前半部分だよね。They are standing outside, they can see things that are not visible from within. They でこれくれるかな？これね、チャット GPT に下線部だけじゃなくて全部で訳してるから、まあここが微妙なとこですね。ただやっぱレベルは高い。まあ英語間違いなし、ね。あ、リスニングの方はね、チャット GPT がいずれ音声聞けるようになったらやりたいと思いますけど。いや、次がね、興味深い。どうなったのか。正誤問題です。間違い探し。受験生たちにとってはめちゃめちゃ難しいんですよ。それを果たしてチャット GPT を倒すことができるのか。文が長くて、段落に一箇所だけミスがあるわけですよ。で、下線部とかないんで、カッコで自分でくくってやりました。答えは CEBDA。チャット GPT の答えは C。ノーエラーって選んでる2番目。見つけられなかったか。で、EDB。やっぱ東大の問題むずいのかな。ってことは、2問か。そして21の24は合ってる。いや、なかなかむずいね。続いて和訳問題いきましょう。He didn't think so, as his teacher had told him to check out a book with a yellow label. で、この think so のね、ところを指してるのを表して訳せって言ってんだけど、やっぱね、できないですね、これはね。think so の説明はしてくれるんですけど、何を指してるか。くっつけて一緒の訳には作ってくんないんでね。で、まあ、模範解答としては、まあ、先生が黄色いラベルのついた本を借りるように彼に言っていたので、彼は借りていいかと尋ねた本を借りられるとは思わなかった。しかし彼は教師に黄色いラベルのついた本を借りるように言われたため、そうは思わなかった。で、文章中の彼はそう思わなかったというのは、前の文で図書館員がもちろん大丈夫ですよと返答したのに対して、その4年生の子が先生から黄色いラベルのついた本を借りるように言われたからダメですかと言ったという意味。つまりその子は自分が借りたい本が黄色いラベルの本ではないことを知っていたにもかかわらず、先生に言われたことを優先して図書館員がもちろん大丈夫と言ったことに疑問を持っていたということです。お、すごいね、これは。ちょっとかかわらずの感じは違うんですかね。これ関係の感じゃない。教えといてあげましょう。せっかくなんで教えておいてあげますね、チャット GPT。めっちゃ重くなっちゃってるのもういっぱい質問したから。もう動かんやん。相当重くなっちゃってる。おっしゃる通りです。誤りを指摘していただきありがとうございます。正しくは関わらずの漢字違って、この関わらずが適切です。改めて訂正いたします。だって。E. There is a divide between the noble calling to teach children how to read and the equally noble calling to inspire a love of reading. あ、これはむずいんじゃない？子供たちに読書の仕方を教えるという崇高な仕事と、読書への愛情を抱かせるという同様に崇高な仕事の間には隔たりがある。読書の読み方を教えるという高貴な使命と、読書の愛を促す同じく高貴な使命の間には隔たりがあります。あー、うまいんじゃない？で、三つ目。Reducing choice, whether through labeling, age-related rules, or restrictive policies, is not a strategy that makes children fall in love with books and reading. あ、ラベルを貼ることを通してであれ、年齢に関連した規則を通してであれ、制限を設ける方針を通してであれ、選択肢を減らすことは子供たちが本や読書を好きになるようにさせる戦略ではないと。あ、途中までしか和訳できてないね。限界があるんだ、長さに。だいぶ短く訳されてしまったぞ。ラベル付け、年齢制限のルール、制限的な方針によって選択肢を減らすことは子供たちを本や読書に恋しくさせる戦略ではありません。なるほど。まあこれちょっとね、いくらやっても文脈くっつけてもね、うまく訳せないね、ここはね、多分。ラベリング、年齢関連のルール、制限的な方針によって行われても、子供たちが本や読書に夢中になる戦略ではない。ああ、ちょっとやっぱ文脈があった方がうまいね。あとはね、もっと全体の文で出したいんだけど、全体の文やっちゃうとちょうどここまで訳さないの。この途中までしか訳してくんないんで、多分文字制限なんだろうね。いや、惜しかったですね。見たかったですね。どの程度の訳が出せるのか。途中で終わってしまうので、本気を出した訳は見れないですね。はい、続いて長文読解です。はい、これめっちゃ大変でした。一問ずつ。ね、そしてね、長いんだよね。とにかく。まず最初、A が指している内容を示した上で、それがなぜ unthinkable なのかを説明せよ。長いんだよね。A が指している内容、女の子がミュージカルの舞台で男の役を演じることです。はい、まあ。正解です。1980年代のアメリカの一般的な街では男性が運転をし、女性はリアビューミラーで口紅を塗るために口を大きく開けるものであったため、女の子が男役を演じることは考えられなかったことでした。しかし、彼女が男役を演じることが許されたことで物語の中で女性ができることの幅が広がったと同時に、
女性の権利に対する見方が変わっていくことを暗示しています。言い過ぎです。1980年代ではその枠割りっていうのが決まってて、こんなの考えられないことだっていうのまではあってんだけど、まあ、やっぱどの程度までね短くコンサイスにやるかっていう説明をしないとダメなんだよね。はい、次です。下に与えられた5を正しい順に並べ替え、B を埋めるのに最も適切な表現を完成させよう。本文では大文字で始まる5も小文字にしてる。これも何度も何度もね、設問を言い換えて考えさせました。考えさせましたとか解かせました。そして、How had they known what I looked like so easily? はい、ということで今回は正解にたどり着きました。はい、正解でした。よかった。続いて C について誰がどのように感じたかをその理由も含めて答えなさいと。There's only ease ってやつなんですが、これ舞台で男の子をね、この女の子が演じてるんですけど、その時に女の子っぽくしなくてよいいって言ってね、女の子の服装を着なくていい、そういった違和感から解放されて楽になったよみたいなやつなんですけど、長いビデオ画面に映し出された自分自身が男装した姿で簡単に振る舞っている様子が描かれています。医師はこれまで自分自身が大きすぎたり形がおかしかったりという感覚を持っていたことを明かしていますが、しかし男装した姿で登場したビデオ画面に映し出された自分自身は、著者がこれまで感じていた不自然な感覚を消し去り自然な振る舞いを見せています。著者はこの驚くべき変化について、沈黙に包まれたキッチンの中で言葉にできずその理由を明確に説明していません。ただこの変化によって自分自身の感情に強く訴えかけられ、内心で自分が言葉にできない感情を感じていることは明かしています。そして著者がその男装した姿で登場するビデオを見た家族たちは、彼女が男装することに戸惑いを覚え恥ずかしさを感じていたのに対して、著者自身はその光景を受け入れ安心感を覚えていたことが伝わってきます。これは著者が自分自身の内面に向き合い自分自身を受け入れることに成功した瞬間であり、 C が安心感や自然な振る舞いを表していることが分かります。ああ、なるほどね。ちょっと分かんないですみたいな回りくどいことも多いけど、まあ概ね掴んでいるかなっていう感じですね。はい、続いて空所補充。Flush, hate, shock, pleasure, love, rage. A, B, F, D, C, ね。はい。はい、全問正解ですね。はい、これは、まあ、これ難しくないですよ、ぶっちゃけ。全問できました。よかったです。続いて空所に入るのはどれでしょうって。これ A ですね。バレイって。これ結構読解しなきゃいけないやつなんだけど、チャット GPT は C、ホスピタルを選んじゃってますね。やっぱここは読み解けなかったんだね。いや、いろいろこれもね、質問変えてやってみたんだけど、全部ホスピタルを選んでた。深い読みはやっぱできないんだね。で、内容1問題は C、はい、正解です。ということで、チャット GPT は東京大学の問題を突破できません。英語とかの問題だったらいけるとかね、結構言われてたんですけど、この回答では、戦えないですね。まあ一瞬で回答が出るっていうので、説問をね、一生懸命変えてくれる人がいれば、なんとかなるんですけど、まずまあルール守んないよね。字数制限とか無視しちゃうし、並べ替え問題はそこにある単語を使えって言っても使ってくんないし、そこが多いですね。で、やっぱり東大の問題で頭を使う問題は引っかかるんだなっていう印象ですね。言語得意なはずなのに、文挿入も正語も、間違えるんで、ちょっとやっぱ東大なんでひねった文脈に合った単語を入れる問題とかも解けないですから、やっぱ受験生が悩むものも難しいんですね。ということで、まだ今のレベルでは難しいね。まあ設問が全部英語でちゃんと書かれてたらどうなったのかわかんないですけど、もちろんレベルは高いんですが、今のところまだ東大の英語の問題を解くレベルにまでは行ってないという感じですね。まあ、英作とかね、ようやくはすごいですけど、まだ特に日本語では人には勝てないって感じだと思いますね。まあ国語とかもね、ぜひ見てみたいと思いますけども、数学とかは解けちゃうのかな。さあ、皆さんはどう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.